また口に入りやがった。なぜクリスタルロードを使わない？仮にもお尋ね者なんでね。おいそれと大街道を通るわけにもいかないだろう。まったく、ここは自慢の抜け道だったんだがな。各地で黒の一帯が広がっている。そんな中でもこの辺りは緑が豊かだ。虫も多くなる。もうすぐザンブレク寮に入る。気が引けるか？いや。ならいい。狩りを教え込んだからな。一緒に旅すりゃ心強い。頼むぞ、トルガル。さあ、日暮れ前に森を抜けちまおう。行こう。そうそう、この道も少しばかり魔物が出るからな。襲ってくる奴らには気をつけろ。いい気なもんだ。緑が豊かすぎるのも困ったもんだが。早速のお出ましだ。片付けるぞ。今のはまさか北部の主じゃないか？黒の一帯が北部で広がってると聞く。奴は餌を求めて南下してきたと。参ったね。ここらもすっかり物騒になっちまった。先へ進むしかないんだろ。おっと、気をつけろよ。この辺は花に化けた魔物が出るからな。そういうことは早く言え。最後だ。先導ご苦労。おかげで進めるよ。先に行け。では遠慮なく。空の文明の遺跡がここにも。
ここらには似たようなのがたくさんある。あれが空に浮いてたなんてな。ここまで来ればもう少しだ。抜けちまおう。行くぞ。こっちだ。やれやれ、思わぬ邪魔が入っちまったな。おいおい、嘘だろ、まったく。道が塞がっちまってる。トルガ、どうした？こんなところに抜け道が。ありがとう、トルガ。着いたか。シド、今のうちに。ああ、そうしよう。ライブやるぞ。ああ、分かってる。
結局こうなるとはな。自慢の相手じゃなかったか。ああ、ついにさっきまでの話だろう。まあ、お手並み拝見といくか。手間のかかる。ドミナントだったのか。ああ、そうだ。何の因果か召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃそうそう使えんがね。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ。なあクライブ、ドミナントとベアラは人と何が違う。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろう。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。
お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。うん、お前こそ火のドミナントを見つけて何をするつもりだ。殺すだけだ。あんたの話はわからんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。弟の仇なんだろ、わかってるさ。行くぞクライブ。もし道に迷ったら水の流れを遡れ。水か、分かった。それで？この先にいるロストウィングに奴らを集めた。
よくやった。行くぞ。待ってくれ。約束の金は。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ベネディクタ・ハーマン、ウォールードの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。おい、片付けるぞ。してるぜ、相棒。ベネディクタ様のために。仕留める。
ザンブレク兵か。まあそのなりじゃな。それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。フェニックス、火の召喚獣、それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす八つの要素にその守護者たる召喚獣は一体ずつ。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。この死体はどうする。ほっとけ。いただくもんはいただいた。